い、ということで意識劇場初のゲスト企画その後編の動画でございます。引き続き村井亮太さんにお越しいただきまして、後編ではですね、対談形式のトークをお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。改めてようこそ鎌倉まで鎌倉素敵ですね。いいですか。とてもいいですね風が違うっていうふうにおっしゃってましたけれども、やっぱり風も違いますし、やっぱ湿気も違いますし、幾分涼しいですか東京。涼しいです。今だんだん日が落ちてきて、だいぶもう、はい、涼しくなってきて、心地いい感じになってきましたね。外で読むみたいなことはどうでした。ああ、そうですね、なんか久しぶりにYouTube のこう動画撮影なんですけど、こう外でロケをしている感じになりましてそうですね、ひときわしかもカメラカット割りとかもあってロケっぽかったですよね。ロケっぽかったですね。そうですよ。ロケで、はい、撮影してるっていう感じがあったので、なんか非常に楽しかったです。しかも、まあ、今回は着物というか浴衣を着て。そうですよ、はい、そうなんです。このね、ちょっと浴衣っていう、これ村井さん発案ですから、本当に本当にありがとうございます。本当に素敵なご提案を。全然です。素敵なお召し物までご用意いただいて本当にありがとうございました。こういう活字系には合うなっていうのがすごい思いまして、でなんか今回はちょっとこういうのどうですかっていう風になったんですけど、あれ僕も文房具屋であれの LINE をいただきまして、文房具屋歩いてたらその LINE いただきまして、しびれましたね。典型を受けたように。あ、そうですか。あ、それだってじゃあカンマソウさんのようなそうなんだ。それぐらいしびれましたね。あ、そう。そしたらもう亮太さんはね、3つほどすぐにこういうのどうですかって候補を送ってくださって、一応はいね、ありがとうございます。全然です。全然良かったですね、こういう方が。良かった。やっぱり卓木の資料を見てもどれもやっぱり和服なので、まあ、まさにもぴったりだったかなっていう風な感じでございます。本当にありがとう。そしてこちらこそ。そして何よりも亮太さんはね、私にこのYouTube をやってみたらどうですかと勧めてくださったご本人でございますから、それも相まっての第一弾のゲストでございますよ、はい、本当にいろいろありがとうございました。いや、こちらこそご迷惑をかけてないかというのはすごく思いますね。まあ、意識劇場の総支配人として、いや僕はやっちゃいなよって言った人だけなんで本当に。いや、けどだからすごく申し訳ないと思った理由は、大変じゃないですかやっぱり、まあ、大変なので、ね、本当言うは易し行うは難しですから、もう意識さんには僕がちょろって言ったやつがもうそうかみたいな感じでもう100で受け止めてくださるんで、はい、だから今回もうカメラも3台設置しで、まあ、他の YouTube の作品ももちろん見てます。ありがとうございます。まあ、やっぱり意識さんのこだわりというかエネルギーに満ち満ちてこの作品を届けたいというパワーがすごくてですね、なんでしょう、あー、なんか行った手前こんな大変なことやらしちゃってるみたいなところがあるんですよやっぱどうしても、はい、だから大丈夫ですか、大変じゃないですか。いや、でも大変っていうのはよく分かっていたからこそ、やっぱり亮太さんに背中を押していただけたっていうのが一番ありがたかったですね。わざわざ LINE をくださったんですよ。いやあれはもういつだったかな、緊急事態宣言入るちょっと一瞬前ぐらいの時でしたかね。3月ちょいぐらいですかね、ぐらいでしたよね、はい、その時に何か別の用があってとかじゃなくて、わざわざそのために YouTube やったらいかがですか、あなたは、あなたの作った世界観が見たいんですけどっていう風にそのためだけに LINE をくださって、いやそしたらもう肌脱いじゃいますよね脱いじゃいますか、もう團十郎になっちゃいますよねこれは本当に。いや、でも本当に意識さんのこう作る動画のセンスというか、とても温かくもありそして非常に繊細であり、非常にラフに見れるというか、だけどこう伝えたいものとか、まあ、勉強にもなるし、どの角度から見ても面白いですよね。こう文学を学びたいという角度から見ても面白いし、もう気楽にエンターテインメントを楽しみたいという方も面白いし、でなんか本当にすごくいろんな方向を向いている、YouTube だなと思ってまして、けどそれはやっぱり石木さんの持ついろんな才能だと思いますそれがやっぱ濃縮するには YouTube が的確なのではないかと思いまして、自分の世界観を表すには一番いいコンテンツかもしれませんよ ね、 ね、やりやすいですね。まあ、私のでも良くないところとしましては、調べれば調べただけその作品であったり作者に愛着はもちろん湧くわけで、ところがそれをやっぱり全部載せようとすると動画の尺が長くなり、それはそれでちょっと痛手なので、私の父は脚本家をしてるんですけども、はいはい、やっぱり父
からすると取材したことをいかにカットするかっていうのがまた美学だよと。ほう、かっこいい。取材したことを全部載せたくなる気持ちはわかる、うん、けどカットも美学ですよと。なるほど。本当にね、もうおみそれいる人ばかりが本当に周りにいるんですけれども。なるほど。そっか、全部調べても辞典みたいになっちゃってもダメですね。そうなんです。なのでいいとこどれだけ巻いて、で何だったらばみんなが調べたくなるような、自分で調べたくなるような余地を残すっていうのもまた一つ良いではないかっていう風なアドバイスもありましたね。腹八分目というか。そうです、そうです、うん、満腹にならない程度というか。はい、おっしゃる通りです。なるほど。でもやっぱり今日撮影してても思いましたけど、すごくこだわるのであのいい意味で、いい意味ですごくこだわるので、やっぱりカメラをセッティングしている時の顔がもう真剣なんです。人みなしねと祈りと人みたいな。そんな そういう意味じゃなくて、もうあのこれでいいのかOK みたいな、そのね、あのね、なんとも、なんでしょうね、今の中のベストを全部出すぞっていうのがやっぱりこうすごくあるので、けど石木さんのやっぱ僕はすごくいいところだと思うんです。ですし職人質なところがやはりあるので、いや動画にせよ、こう音声にせよ、映像にせよ、音楽にせよ、もう一体今後どういった俳優になるのかなっていうのが、僕はどうなっていくんでしょうね、僕ね。しかも自分で画角を決めて自分で絵の演出をするじゃないですか、はいはい、だから今後どんどん自分に厳しくなりますよね。本当そうですね、うん、それは今ちょっと今聞いてゾッとしましたそうだよね、あの、はい、撮られる側でいたいみたいなさ。そうですね、そう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 、あるじゃない。だからけど勉強としては絶対いいと思うの、その俳優の勉強としては 100% 良いことだから、それを得て今後本当どうなるんでしょうね。どうしましょうね、僕映像の現場行ってちょっともうちょっと振った方が良くないとか言い始めても絶対使われなくなりますよ。それは怒られる、ね、でしょうね。それは嫌な顔をされる、うん、私なんかたまにこういうことを、こういう YouTube をやってると、うん、国語の先生みたいだねなんて言われることがあるんですけども、うん、それこそ亮太さんがって、あの僕図書、はい、あの僕らの図書室、はい、あれ図書室ですよね。そうです、そうです。たまに僕らの図書館って言いそうがありそうなんですけど、僕図書なんかでもこの間ご出演されてましたけど、あそこでは知恵古書をね、お読みになったと。そうなんですよ。ここで一つ今回の作品と知恵古書のつながりがあったんでございますよ。嘘でしょ。あったんでございますよ。あのですね、あの知恵古書の作家である高村光太郎さんは、はい、文学を始めたての頃、文芸誌である明星という文芸雑誌に寄稿していたんです、うんうん、この火星の芝居もなんと石川啄木先生が明星に寄稿したものなんです。へじゃあ同じ紙面に載ってたというか、同じ本に載ってたんですか。まさにまさにその明星系列なんですよ。はと考えると、彩り豊かではありますけど、やっぱりあの時代の本というか結構重いやつ多いですねそうですね、結構、はい、ディープなやつ多いですね。まあ、あの火星の芝居はちょっと明るめな雰囲気ありますけど、知恵古書はやっぱ後半になるにつれどんどん悲しくなっていくので、はい、そうですね、あ結構深い文学というか考えさせられるもの多いですね、うん、すごくこの火星の芝居を初めて台本読んでた時に思ったのが、面白い話をしてくれよっていう始まり方じゃないですか。で、あの昨日火星に行ってきたんだっていう、まあ、いきなり突拍子もない話なんですけど、うん、当時ですよ、例えばこう部屋で二人きりでいて、うん、話し相手がやはりもうこの人しかいないわけじゃないですか、うん、今だったらこうスマホでこう一人の時間を過ごすことができる、できますね、けどどうしてもここでやんなきゃいけない、うん、だから、会話を諦めないというかいやー、ね、それですね、会話を非常にね面白さを楽しむというか、この人何が言いたいんだろうとか、こうすごく何ですか、深く入ろうとする、もしくは深く知ろうとする、うん、けどそんな嘘だと言いつつも、その何ですかね、こうその人との関係性を切らないというか、はい、分かります、ね、すごい分かります、それがすごい面白いなと思うんですよ。面白いですよね、うん、そんなほらやめてくれよと言いつつもっとちょうだいみたいな感じかもしれないし、そうですね、うん、会話を楽しむというかね、うん、そう知恵を楽しむというか、うん、なんかそこがやっぱりこういう昔ながらの作品は本当に
何でしょうね、試されるというか、役者としても試されるし、かつての人間模様が描かれているなとは思うんですよね。やっぱり石木さんはそこはね、やっぱ上手です。本当に上手だ。すごく面白いなってさっき思ったのが、あの外で撮影してる時に、驚いたっていうセリフがあるじゃないですか、はいはい、あそこを5テイクぐらい撮ってたじゃないですか、はい、あれは何のあれで5テイク撮ってたんですか。そのまあいろいろ使える部分とかもあると思うんですけど、非常に自分の中でどう納得して撮っていったんだろうっていうのがちょっとね気になってたんです。そうですね、驚いた。驚くだろ。もう一回だけよろしいですか。エボシをかぶってるよ。驚いた。驚くだろ。もう一回だけお願いします。すいません。大きいくらいなエボシをかぶってるよ。驚いた。驚くだろ。ありがとうございます。なんかちょっとこれはせめぎ合いなんですけど、うん、やっぱりその撮影に入る前に亮太さんにもディレクションをさせていただきましたけども、はい、やはりカメラを通している時点でこの作品は映像作品になるわけですよね。どれほど演劇っぽくやったとしてもこれは演劇にはなりきれないところがあって、ならば映像作品としてしっかりとカット割りをして映像作品としてお届けしようってなった時に、どうしても頭に絵としてはその私だけを映してあのうなだれて驚いたっていう絵がどうしても欲しかったんです、うんうん、っていう自分とちゃんとやっぱりここの線を切らずに言葉を受けてる自分っていうののその両立がすごい難しかったといいますか、なんて言うんだろうな。なるほどね。でも今すごく分かりました。本当ですか。なぜかというと、非常に心つながった時に一色さんは OK って言われてあなるほどってやっぱ思うわけですよ。だから、ね、微妙に僕は届いてないともう一回行きましょうかっていう感じなのでそうですね、そうですね、そうですね、正しいです。 でもそれで一色さんは余計にこう何ですか、信用できるというか。あ、最後にちょっと、はい、朗読劇って難しいなって思うんですよ、うん、これを読む、ずっと目を離さないでいた方が実は朗読劇として美しかったりする場合もあるんじゃないかと。わかります。でだけども例えばずっとこういう目を外した状態が多かったらならばなくていいじゃないかと、うん、このでも微妙なところを狙いたかったんですよね。そのこれとこれのそのちょうどいいところみたいのをどうしてもやりたかったんですよね。なるほど。これまあ亮太さんもたくさん朗読劇やられておりますけれども、どうですかこれ、なんかこの持つ見る朗読劇において目を離すみたいなことの美学みたいなことってすごい聞いてみたいんですけど。あの僕の中の感覚としては、朗読劇は朗読劇ですと歌っておきながら芝居ですっていうあのフェイントをつかすというか、要はお客さんが朗読劇だでこれを見て朗読している、じゃそれで終わるとやっぱりこう広がらないんですよ、なので外すのは全然ありです。僕は全然ありで、むしろ外してくれた方がいいですね。でたまにこう目があったりとか、やっぱあの人間ってこう演じている人の顔を見たくなるというか、どうしてもやっぱりこうちょっとその瞬間の顔が見たいとかこう思うわけですよ、保管脳みそで保管していくんですけど、保管がやっぱりどうしても補われない時があるんですね、はい、どうしたって、はい、だから、はい、僕は外すのは全然ありだと思います、これ非常に見ててもやっても本当に難しい塩梅だなってずっと思ってたんですよね。そうですね。だからなんか朗読劇だからずっとこうしてなきゃいけない、これの美学とか、外すんだったらじゃあなしでいいじゃんという美学は意外と抜きにして、ここに書いてある文章をそのままお伝えする場面の時もあれば、この文章を飛び越えた役者が持っている体を一瞬見たいなっていう瞬間があっても僕はいいと思うんです、やっぱ生き生きとしたいですよね、やっぱあのここにいる人間が
やっぱ今何を思ってこうしたいああしたいっていうのが舞台の良さだと僕は思うので、どうしてもこっちに固執しちゃうとこう読み聞かせ感というかね、そうなんですよ、だからその先ほど何でしょうねカットの美学もありましたけど、美学はやっぱ一つじゃない気がするんですよねそうですね、そうなんですよ、これがずっと美学だって思うとそれ以上の美学が育たないというか、はい、もっと複合的なもんだと、複合的な芸術にした方が良いのではないかなと思います。だからこれだけでやるのであれば本当にこれだけで1分間やるとか、10分間やるとか、よほどね、はい、ちょっと行き着いた何かを得ない限りは相当難しいのではないかなと僕は勝手に思いますね。一番最初も、一番最初の作品も子供の好きな神様、子供の、あ、そうです、はい、あれはこの状態でこう体を動かして、そうですね、要は矛先とか心情 の動きとかを表現されてたじゃないですか、あれで全然いいと思うんです。でだんだんクオリティが上がってセリフがもう全部入った状態でもう落語状態でやったりとかいやそれもまたすごいなとは思うんですけど、ついに台本を手放したという4作目にして、そうなんですよ、いやすごいわと思ってお気づきになりましたか。そうなんですよ、でも台本持ってないんですよね。そうなんですよね。でもやっぱり心が動いてる瞬間をやっぱお客さんって捉えるので、心が動いておけばこうだろうがなるほどね、確かにあれだと思います。それはそうだ、根底は確かにそうですね。そうですね、何であろうとね、媒体が何であろうと、はい、ということで対談動画後編も楽しんでいただけましたでしょうか。亮太さん、今日はもうご覧の通り日が沈みましたけれども、はい、亮太さんに来ていただいたのが真っ昼間だったのに申し訳ございません。全然全然です。本当に楽しませていただきました。私はこちらこそでございます。ありがとうございました。勉強になりました。最後に何かお客様に一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、今回は意識劇場に、本当にお邪魔させていただきました。この意識劇場やってしまえばどうだろうかって言ったのは僕なんですけども、もう僕の想像を超える面白さに毎回石井さんが、作っていただいております。今後ともですね、準レギュラーで出てくるかもしれませんけども意識劇場をこれからも末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にこの亮太さんからいただいたこの火を、ゲストと合わさるっていうこの火を消さないためにも、次回のゲストもう決まってるんです。ほう、はい、これはちょっとモザイク音を入れますけれども、すごいね。はい、そしてこれはさらにちょっと P を入れるかもしかしたらカットかもしれないんですけども、はい、そうなんです、お願いしているところなんでございます。いやー、すごい、亮太さんからもらった火を絶対に消してはいけないと。いや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 、僕が思った以上に燃え盛ってるからあれすごい燃えてるみたいな、すごいぞみたいな、ティッシュ燃やした時みたいな、最初ポッとやったらみたいな、そうしていかなければいけないと思いまして、しっかりとゲストを呼んで亮太さんに恥ずかしくないように頑張ってまいりますので。そんな僕なんか何でもないです。これからも意識劇場を本当に楽しみにしていてください。どこまでこれを行くか分かりません。すごいとこまで行くかもしれません、ね、楽しみでございます、はい、本当に第1弾本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆様にゲスト企画で楽しんでいただけるよう頑張ってまいります。第1回目の記念すべきゲスト、俳優村岡、ごめんなさい噛んじゃいました。全然大丈夫、100万回大丈夫よ俳優の村井亮太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、
ありがとうございました。本当にすごいね。そうなんです。ただいまより開演いたします。はい。完璧だったね。いや多分完璧だと思いますね。